皆さんこんにちは、うぶ主のザンジと、マリサ、レイム、ヨウムです。よろしく。ということで今回は D4DJ やっていこうと思います。あのブシロードさんから新たにリリースされたリズムゲームの新作、これはその先行配信になるわね。完成品がリリースされるのは今年の秋になる予定みたいだぜ。そしてこれは一体どのようなゲームなのでしょうか。ブシロードから送る DJ がテーマのメディアミックスプロジェクト D4DJ。グルミクはリズムゲームとアドベンチャーを遊べる無料アプリ。ラップ、スクラッチやスライダーを使いリズムに乗りながら DJ 体験できるリズムゲームパートと各キャラクターの自己紹介やユニットの自己紹介が楽しめるアドベンチャーパートになります。以上アップストアより。真面目に解説したと思ったら異名かよ。そしてこのゲームには4人1組のグループが全部で5つあるのよね。まずはユニット紹介でそちらを見ていきましょうか。はい、まずはこちらハッピーアラウンド、略してハピアラです。どういうグループかってのは決定の上のやつを呼んでほしいか。さあ皆さん、この中に早速私の推しキャラ候補が1名います。誰かわかりますか。正解はこの青髪ロングのトゲツレイちゃんです。確か CV は柴かのんさんでしたね。のんちゃんって言ったらうぶ主が今一番推してる声優さんね。見てる皆さんがわかるように言えば、まあバンドリでいう白金凛子ですね。そしてこのグループではこのレイちゃんはキーボード担当ということですが、どうやら曲によってはボーカルも担当することがあるようです。あのめちゃくちゃかっこいいのんちゃんの歌が聴ける機会が多くなりそうだぜ。それでは次のユニットを見ていきましょう。次のユニットはピンキーピンキーね。どうやら中学の頃から組んでるユニットのようだな。まるでどこぞの幼馴染バンドのようだ。雰囲気も王道ロックって感じがするぜ。さあ続いてはフォトンメイデンですね。もうここはともかく衣装が可愛い。初めて見たことから衣装が可愛い。ここのユニットの声優さんはつむぎさんや前島亜美さんなど全員ブシロード作品のキャラを演じてるから覚えやすいかもしれないわね。さあ続いては真夏の海を感じさせてくれるユニットですね。ユニット名はマーメイド。確かファーストライブの時にキューティーハニーをカバーしてたの、なぜかすごい覚えてるな。オリジナル楽曲も音ゲーでやったらリズムに乗りやすそうな曲だったわね。そして最後は圧倒的実力を誇ってそうなユニット。ユニット名はこれでロンドって読むんだぜ。さっきチラッとライブで曲選択画面に行ったら、ここのユニットの曲が一番レベル高かったですね。どうやらこのゲームにおいてこのユニットの曲が平均難易度高くなりそうね。それでは簡単にユニットの紹介も終えたので、早速ライブの方を体験してみましょう。それではチュートリアルを終えて、何度か練習したので私が一番楽しかった曲をやってみます。楽曲はマーメイドのフロアキラーだぜ。始めたばっかなのでまだまだ技術は低レベルですが、一応難易度は X パートになります。さあ早速画面には見慣れないものが多いわね。まずこのゲームのレーンは5つの中央レーン、そして左右のターンテーブルに分かれています。基本的には青色がノーマルノース、黄色が長押しノースになるぜ。そしてこのゲームの特徴的なノースがこの赤色のスライダーノースです。重要なのは中央下にあるスライダーね。矢印がついてるやつはそのままフリックで大丈夫ですが、問題はスライドですね。まあ譜面を見てもらえればわかるが、これずっと長押ししてノーマルノースも拾うなんて、まず2本指弱可能だぜ。そのためこの赤のスライドは下のスライダーが中間点や終点の場所が合ってれば、離していてもコンボが繋がってくれるようになっています。そしてもう一つの特徴が左右にあるターンテーブルね。この二つのターンテーブルには二種類のノースが飛んできます。一つは普通にタップするスクラッチノース、二つ目は赤色のロングノースになります。そして今見てもらった通り、ターンテーブルでノースを拾った瞬間は中央レーンのノースは一時停止するようになっていますね。ややこしいけど、この一時停止でリズムを取ったりしてるのよね。そしてターンテーブルに飛んでくるスクラッチノースですが、一見矢印がついていてダルトデイの肩とかフリックをしてしまいがちですが、これはそのまま離さずにスクラッチするだけで大丈夫そうです。さあとりあえずノースの種類とその叩き方の解説が終わったところで、サビに入っていくぜ。この楽曲の最も楽しいところがこのサビ前になりますね。全身全霊でいくよ。上がってきた。私の本気見せたい。はい、神ゲー。最高難易度によくあるトリーラッシュね。まあ今回はロングノースでしたが、短い長押しなのでほぼノーマルノースですね。さらにサビもいい感じのタイミングでフリックを飛ばしてくる。このゲームのフリック音は1回1回爽快感があるから、連続で拾えたときとか気持ちいいですね。フリックと同時にレインも全体的に入れるので、そのおかげで迫力あるように見えますね。さあここから赤のスライドとノーマルノースが重なったりしてて、さらに複雑になるわね。はい、ということでやっぱり始めたばかりだと最高難易度をクリアがやっとって感じですね。今はまだノーツが重なってるところとか、上手な拾い方が分かっていないが、練習を重ねるごとに拾えるようになっていくことだろうぜ。はい、まあライブ結果はもう練習あるのみって感じですかね。あとガルパ勢の方などにアドバイスするとしたら、中央レーンの幅は思ったより狭いので、両サイドのノーツをこぼさないように注意ですかね。エキスパートは特に複雑な譜面だったけど、一応親指勢の人もちゃんとできるようになってるみたいだから、そこはもう腕前次第って感じね。ということで今回の動画はここまでです。今回はエキスパートでやったので、すごい難しそうに見えた方もいるかと思いますが、音ゲーが苦手な方でもやってみたい人は体験してみるのもいいかと思います。このゲーム難しいって思った人はぜひ高評価をよろしくだぜ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。